地方議会の議員についてですね、大きな話題となる政務活動費の話をしてまいりたいと思います。政務活動費についてはこれですね。地方公共団体は議員の調査研究に資するために必要な経費について条例の定めにより会派や議員に対して補助金を交付することができるとされています。これが政務活動費なんですけれども、もともとはね、先ほど言いました地方自治法の給与条例主義、議員報酬条例主義との関係で、議員個人に対して、その調査研究費用を与えると、203条ですね、との関係で、議員個人に対してではなくて、会派に対して調査研究費用という、名目っていうとなんかちょっと言葉は悪いんだけど、名目で補助を与えていたっていうのが、それが県政調査交付金とか市政調査交付金なんて言われている、補助金だったんです。補助金の一種です。でその補助金の一種であったものをですね、きちんと制度化してほしいという、議会議長会などの要望に応えて、平成、14年だったかなの改正で、制定されたのが政務活動費ということです。でここではちょっと神奈川県議会の政務活動費についてちょっと見ていきたいと思います。なんかいろいろというようなことが書いてますが、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるということです。昔はですね、政務調査費っていうふうに言ったんですけれども、少し支給できるお金を増やしまして、支給できる範囲をですね増やしまして、政務活動費というふうに名前が改められました。で方法としては、会派に交付する方法、議員に交付する方法、そして会派および議員に交付する方法というのがありまして、その使い道はこのようになっています。調査研究費だとか研修費、会合参加費、広報校長費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、事務所費、事務費、人件費などなど。これはですね、都道府県市町村によっても違います。この経費の項目、そしてその使い道ということですね。でそれですね、この使途基準というのが別途定められています。それがですね、この政務活動費の指針というのが、この使途基準に相当するものと考えてよいかと思います。大変長いものなんですけれども、ちょっと見てみましょう。例えばですね、政務活動費いろいろ見直しますと、事務所費とかですね、人件費とかですね、多いのはここにも書いてありますけど、自分の自宅を事務所費として、その自宅の費用をですね、家賃を事務所費として出すとか、自分の奥さんをその事務所の職員として雇っているという名目で人件費として出すとかですね、そういうなんか非常に公私混同な扱いというのが問題となったと、平成12年の改正ですね。そういうこともございまして、厳しくですね、領収書を添付しなければいけないとかですね、いろいろ厳しい条件がかかっています。交通費ですとね、ちゃんとこういうふうに内訳が確認できるものであるとダメだとかね、ちゃんと貯金通帳の写しを出さなきゃいけない、クレジットカードの明細も出さなきゃいけないとか、いろいろ厳しいことが書いてあります。あと案分っていうものもよく問題になりますね。これは会議費とか人件費なんかでよく問題となる話なんですけれども、例えばその自分 の事務所代というものについて、事務所費という名目で支出をするわけなんですけれども、その事務所費というのを支出した場合においてもですね、具体的に見るのが一番いいんです。28ページから、事務所費とは言っても、本当にその政務調査活動に使っているのであればいいんですけれども、政治活動に使っている場合、事務所は出すことができません。こういうふうにですね、事務所の費用ってのが書いてあるわけなんですけれども、大体は案分費ということですね。そうですね、これは事務所費のことかな。大体よくあるのが政治活動に使っているということです。例えばその選挙の、
事務所として、事務所を使っているというような時に、調査研究活動にももちろん使っているけれども、政治活動に使ってもいますなんていうような時は、その政治活動で使っている分については、その政務活動費から出すことはできないというふうになります。ややこしいんですけれども、政務活動費っていうのはあくまでも調査研究活動に使う費用ということになりますので、自分の政治活動であるとかね、その他の事業に事務所を使っているのであれば、その分を安分して調査研究活動に使っている分についてだけ費用の支出を認めるというようなことが言われています。あと、調査研究そうですね、調査研究費の中でも特にその旅費ですね、旅費というのは非常に不適切な支出ではないかというような疑惑が絶えないものでございまして、例えばこの研修費とか会合参加費なんていうので、自分の私的なですね旅行に用いてるんじゃないかなんていうことがですね、問題となったりする。城崎温泉に1年間で何百回も行きましたなんていう議員さんが会見をするなんてことになってしまうと困るので、そのあたりですね、使途基準に違反していないかということを厳しくチェックする必要があります。で、最高裁の判例ではね、使途基準まで実質的に使途基準に適合しているか否かまで判断する傾向にありまして、例えば最高裁の平成25年1月25日の判決などは、議員の調査研究に資するため必要な経費であると言えるためには、当該行為や活動がその客観的な目的や性質に照らし、議員としての議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的な関連性を有することが求められるとしています。結構厳しいです。この合理的な関連性を有することが求められると。で、それとですね、あとその収支報告書と証拠書類というのを、最終的に議長に対して提出するということになっています。で、実際にはですね、議長というか、議会の事務局が、この収支報告書や証拠書類というものを、きちっとチェックするということになります。そして、自治体によってはですね、これを、講習の閲覧に供するということにもなっています。神奈川県でもそうですね。で、収支報告の状況っていうのを見てもらいますと、これかな、収支報告の状況っていうのを見ますと、ちょっとなんか字が小さくて見づらいですね。こんな風になってます。収支報告書一覧表というのがあって、自民党はこうですとか、立憲民主党はこうですというふうに、公明党はこうですというふうに、こういうふうにですね、支出額というのは決まっています。個人で活動している議員さんというのは、個人に対して交付されて、その支出報告書、収支報告書も個人で出していると、そういうことになります。はい、これが政務活動費の話でした。市民オンズブーズマンなんかからね、非常に厳しく追及されることも多い、収支報告書ということでございます。さて、それと合わせてですね、議員の規律と品位の保持というところの話をちょっとしたいと思います。議員にはですね、他からの干渉を受けることなく、自由な政治活動が認められています。それだけにですね、議員の皆さんは、自らを律して高い品位を保持することが求められます。何かどこかからのですね、何かどこかからの利益の供与を受けて、その人たちに便宜を図るような、そうした口利きなんていうのは許されないというふうにされています。あとはですね、議会の議員さんは、92条と92条の2で、兼職の禁止、そして92条の2で関係式業からの隔離ということが定められています。92条の2っていうのは、これは議会の議員はその地方公共団体に対して請負をする者およびその支配人、または主として同一の行為をする法人の取締役などなどとなることはできないということで、一番多いのは公共事業を請け負う建設会社の社長さんなどが議会の議員に立候補することはできないなんていう形で出てまいります。これはなんでかっていうと、議会の議員っていうのは住民の代表として、言ってみれば住民からお預かりしている財産をですね、
適正に住民のために公共の利益のために、支出する。でそのための議決をします。このすぐ後で述べますが、そのための議決をする権限を有しているのであって、そうしたですね、その便宜を図るような、人たちと同じ立場になってしまったのであればですね、受け負いの相手方と同じ立場になってしまうと、利益相反が生じてまいります。こういうところから議会の議員というのは、その受け負いをするもの、まあ、簡単に言えばその公共事業の受注する会社の社長さんなんかと兼職することはできないとされています。ただこれもね、あんまりやりすぎは、規制のやりすぎは良くないというのがございまして、政治倫理条例というのがあってね、もっとそれを広げて経営への実質的な関与の有無を問わず、二親等以内の親族というのが経営する企業については、その市の発注する工事の請負契約を辞退しなければいけない。で議員もその関係者に対して辞退をするよう、その促さなければいけないなんていうことが条例で定められたりすることがあります。こういうのをまあ政治倫理条例っていうんですが、まあ、私は非常にこういうの疑問を持っています。というのも議員側からしますと、まあ、まず立候補の自由の侵害になります。建設会社の社長っていうのが親族にいるような方っていうのが議員に立候補できなくなります。地方自治法の92条の2の規定だけだったらば、何も自分が社長を辞めれば、そして奥さんとかね、兄弟とかに、あるいは子供とかに、社長の座を譲って自分は経営から退けば、その議員に立候補することができることになるんですけれども、こうした今述べたようなタイプの政治倫理条例ですと、二親等以内の親族がその会社の社長をやっているような場合、そもそもなんか立候補することが極めて難しくなります。あとですね、その会社から企業からしても経済活動の自由、あるいは財産権の侵害ということになります。ただですね、最高裁で徹底的に争ったところ、最高裁の平成26年の5月27日の判決は違憲ではないとしました。それはなんだかなというような理由付けなんですけれども、辞退をせよと言っても、これはあくまでも努力義務であると。で議員に対しても別に法的な強制力を及ぼしているのではないから、これは違法ではないと、違憲違法ではないとしたんですけど、どうですかね。正直こういう政治倫理条例ってどういう、まあ、実際この広島県の府中市の条例もそういう経緯で制定されてるんですけど、どういうその経緯で制定されたのかってことを考えると、大体建設業に関係が深い議員を追い落とすために作るんです、こういうのは。建設業に自分は関係ないからクリーンですというような議員が、あいつは建設業に関係のある非常に癒着の構造で、非常に忖度政治なんだっていうような、そういうふうに他人のことをですね、自分のことはともかく他人のことを非常に貶めたいような人間が、こういうなんか一見何かもっともらしいことを言っているような条例を作ってですね、性的を追い落とすために作っているって側面がございまして、私はあんまり好きではないんですけれども、そうした側面があるということです。では続いては休憩を挟んで議会の権限についてお話していきたいと思います。